朝の7時から。そうですね、7時からですよ。まあ、朝の7時ですよ。久しぶりですね、朝の7時にお客さんと会うの。まあ、お客さんというか、こういう対談。いや、前、200人ぐらいいる会社の会長さんと仕事するときって、なんか朝7時ぐらいとか8時ぐらいに、会社に行って YouTube 撮影してたときあったんですよ。いや、仕事前にね。そういうことがあったんですけど、それぐらいなんで、やっぱり経営者の皆さんって本当に朝早くて、こう、平然とやってる人が多いよなっていうのはすごくイメージありますよね。やっぱり。ああ、本当ね、朝早いと一日長いからな、本当。そうですね。逆になんかでも、どうなんでしょうね。なんか結局、結果なんかから言うと、なんか朝って、まあ、今日のテーマの健康にもつながるんですけど、朝早くたとしても夜より早く入れるから、結局稼働時間は変わんないじゃないですか。でも不思議ですよね、そういう意味だとね。結局の稼働時そう、間はだ変わんないんから、だけど。そう、一日の時間って決まってるじゃないですか、これ平24時等なの、権利がね。間。でもね、不思議なんかな、長く使える人と短く、時間がないよねってなる人とっていうのがあるんよ、これ、本当、不思議と。ありますね。だから、時間としては同じなんやけども、なんかこう、なんていうのかな、たっぷり使えますよねみたいなやり方ってあるんよ、考え方っていうかな。でもやっぱ朝早いのはいいよ、一日長いよ。もう俺なんか4時ぐらいに起きるから、9時か10時、9時ぐらいになるとお昼みたいな。ほんで、なんか3時ぐらいになったらもう夜みたいやっぱりあれじゃないですか。その周りが、情報量が少ないからじゃないですか、朝って。要は、どんどん起き出すと、情報量が、要は、どんどん増えていくじゃないですか。特に東京とかもそうですけど、大阪もそうなんでしょうけど、やっぱりその、情報量が多くなれば多くなるほど、やっぱり人間って、その、見る目線が増えるから時間が使うことが多いんだなと思って。結局、朝の時間って情報量少ないから、もう一個のことに集中できるじゃないですか。そうすると、雑音が来ないからな。それで大事だよなって思いますね。じゃあ今日も始めましょうか。はい、よろしくお願いします。G7 が終わって、終わりましたねね。え、なんかこう、嫌な感じのサミットやったなっていうのが印象やな、見てたらな、なんあれかを見てると。日本が中心にならないでいいのにと思いつつ、日本利用されてますよね、なんか見てると、僕もちょっと思いなましたんけど。かな、イメージとしてはな、これ、打ったら、なんかな、全部を押し付けられるみたいな。ああ、なんかこう、かまったとか、まあまあ、アメリカの債務上限問題もそうですよ。要は、ああいう、なんていうかな、こう、海の部分、あれを全部押し付けられるみたいな。そうですそういうね。方向へもう無理やり持っていかれてるって感じやな、見てると。そうですね。やっぱりやりますね、それはね。で、そこへまたウクライナのあんちゃんが飛び入りで入ってきて、金の無心やろうけど、まあ、なんて言うんかな、もうどこまで踊んのよ、国民みたいな、もうやめよ、もう気づこうぜ、いい加減っていうのが、ちょっとこれな、ちょっと流れとしてはよろしくない方向へ、こう無理やり舵切られていってんなっていうのが正直なとこですよ。まあ最終的な行く先はね、まあアメリカも、まあ西側全部ひっくるめて、その今までの体制っていうのはガランとひっくり返るのはこれ最後なんやけど、最終的には。まあそこへ行くまでちょっとこれ嫌な方向へ持っていってんなって、持っていかれてんなって本音で見えますわな。だから、これ NATO が日本に駆け込んできた、逃げ込んできたり、その CDC とかな、ああいう健康に対するそういうもんまで日本に事務所、ねえ、持ってくるわけ、東京持ってくるわけでしょ。で、そこへ、まだ武器か、高い武器買わされて、税金ふんだくられて、ねえ、まあ、アメリカはドル助けてるって感じなんやけど、まあ、ドルはもう完全に崩壊ですよ。もう間違いないですよ、これは。やけど、なんかこう嫌な方向へ行ってんのよな。いや、なんか、なんだろうな、なんだろうな、日本人ってやっぱり保守的ですよね。本当に保守的だなって、やっぱり守る体制というか、立場を守るとか、なんか、攻めることをしないよね、やっぱりねって思いますね、見てると。
まあまあ、それはあれちゃん、あの日本だけじゃないですよ。今、世界中そんな感じですよ。ああ、守る、うん。まあまあ、暴動は起きたりね、いろいろあるけど、ある意味、やっぱりね、このやっぱり100年ぐらいの間に結構骨抜きにされてますよ、どこも。うん、経済的な、通貨的なもんもとか、を使って、そのルールで結構縛り上げてるんでね。で、概念的な価値観みたいなもんも、やっぱり通貨に重きや、経済的なものが重きにやってるんだな。だからなかなか今回はちょっと難しい感じになってるよ。だから、まあ、国民、それぞれ全世界の国の国民が立ち上がって、ね、騒いでひっくり返るっていうことは今回はないっていう想定で、やっぱ宇宙としても動いてると思うな、これ。だから、まあ、処分とか、まあ、そういう、なんていうかな、一番上の方におるとか、その旗振ってる人たちは、の処理なんかは、もう大きなところではやっていってるんやけど、やっぱ影っていうか、残党っていうか、まだまだそのぶら下がってるところの力がまだまだ強いんでな、そこなんとか最後の処理していかなくてね、これはもう国民でやりなさいっていう方向かもわからんな、あれ。だから、その自白とか暴露とかデグラスっていうのかな、何回も言ってるけど、そういうのが進んでいってるような感じだと思うんですよね。ね、そうね、そうっすね。うん、これでまあ、と日本の場合でいくと、まあそんな感じと、あと来年の新円切り替えやな、はい、皆さん興味あると思うんやけども、はい、これな、ちょっとひょっとしたらもう分からんよ、分からんけど、ちょっとしたらなんかしてくるんか分からんなっていう感じがするな。その例えば具体的に言うと、財産税的なもんなんかやってくるか分からんな、今回は。ああ、財産税、財産がある人の。でですか、うんうん、だからこれまあ過去の例でいくと1900あれは何年か、はい、昭和21年ってことは1946年か、はい、ちょっとわからない、昭和21年ですよ、2月かな、うん、財産税あったわけよな、はい、要は流れとしてはまずはタンス預金だな、はい、これ新しいお札発行するんで、新札発行するんで、はい、銀行に入れてくださいと、はいはい、まあこれ憲法ですか、天皇の勅令やったわな、あの時はな、うんうん、だから、銀行にお金を預けてくださいと、古いやつは銀行に一回入れてくださいと、で、うん、それでその後、調査かな、財産調査して、うん、で把握した後に、預金封鎖かな、うん、預金封鎖でそこから財産税やったわけよな、昭和21年の2月か、うん、2月の2月か3月かそこへんやわ、2月の終わりぐらいだったけど、うんうん、で当時は最高税率 90% までいったかな、うんうん、だから累進で、まあ、当時のお金、当時の通貨でいくと、確か10万円以上やったかな、そこから1万円刻みで 25%、10万円以上は 25%で、うん、11万円以上は 30% みたいな感じで累進でずっとだん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 上がっていって、最高税率が 90% っていう感じ。わーすごいね、うん、で今の金額、インフレ率とか今の通貨の価値でいくとな、もっとなんとも言えないけど、10万円、当時の10万円っていうのはだいたい2500万から3500万ぐらいの間やと思う、うん、うん、そんな感じやと思うよ。だからあれその当時と同じことをしてくるんであれば、まあ、3000万ぐらいが基準になってくるやんと思うのよ。ここが 25% の財産税税率と。で、まあ、そこからトントントンといって、10億円以上が 90% とかな。うん、まあ、そんなイメージの感じだと思うわ。はいはいはい、まあ、だから、も何度かこの動画ではお話してるけど、まあ、金持ちしかあんまり、ね、影響はないけど、うん、まあ、それでもちょっと今回はきな臭いなっていうのは感じる。うん、やりきれたとかは別として、あの異様なんよな、銀行とかな、保険会社が、うん、あのなんじゃあれなんじゃかんじゃ言ってくるのが、うん、もう異様なぐらい言ってくるんでな、うん、うん、マイナンバーも含めてな、で緊急事態条項何がなんでもこう通そうとしてるでしょう、うん、あれやられるとやっぱりあの財産税っていうのはまだ生きてるんでね、これ臨時税なんだから、なるほど、あ、まだ生きてるんですね。生きてるんです、臨時税ということで置いてますから、温存してるからね、これいつでも執行できるわけよ、うん、うん、だこれは明らかになんか狙ってるような気がするな、うん、うん、まあまあどうできるかできないかは別としてな、ちょっとようわからんけど、はい、一応ちょっとまあできる、できればもしね、お金持ちの人いらっしゃったら現金はできるだけ個人では持っとかん方がええなっていうの感じがするな、これ。
まあ、変換した方がいいってことですよね。通貨はできるだけ何かそのキャッシュフローモモンに変えるとか、なんかそういう形で変える、キャッシュフローモモンに変えるとか、金とか銀とか、まあ、価値の保存できるものに変えていくとか、あんまりもう使わないものまで持っとかないってことが、まあ、必要になってくるんかなと思うわ。まあ、インフレも含めてやけどな。まあ、あとそれと法人やな。法人のその、預貯金っていうか、内部留保っていうか、現金っていうか、これがどうするんか、ちょっと俺にはようわからんないけど、はいはい、法人にまで財産税かけてしまうと、これ、国がなかなかもわからんな、経済、はっきり言って。そうですね。あの意味ないですね。ちょっとできんと思うよな。なるほど。あと、まあ、不動産か。はい。これも個人、まあ、あのね、この昭和21年の時の財産税の施行っていうのはね、不動産とか株には手つけてないの。はいはいはい。現金に手つけただけなんでね。はい、だから、今回はどうなるんかわからんけど、あるんかないんかもわからんけどな。はい。不動産まで踏み込んでくるんかどうなんだかね。はい。不動産もすでに重税やから、不動産所得税から固定資産税から、もうすごい、すごい重税やからな、うん、投資家から。はい、うん。もうそんなことされんやったらええわって感じになると思うよな。なるほど。で、まあ、ここになって大事になってくるのは、借金がね、そこそこある方がいいと思うわ。財産税、財産税って言ったって、純資産からやってくるはずなんで。はいはいはい。だから、例えば5000万円の現金を持ってて、5000万円借金してればゼロやからな、これ。はい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 。だから、5000万円の現金持ってて3000万円借金してれば2000万が準備したんやから、はい、借金をね、うまいことこうバランス取っとったらね、そんなひどい目には合わんと思うな。逆に得になるってことね。なるほどね。だから、ちょっと借金してる方が言い方悪いと強いんかもわからん、今回はな、インフレっていうのは。なるほど。なるほど。まあそんな感じですよ。皆さんちょっと気になってると思うんで、ちょっとね、最初の話だけ触れとく。ちょっと気な臭い感じになってきたな、これ。ああ、気な臭い感じになってきてますか。なるほどね。で、残り時間的にも、まあ1年から2年っていつも言ってる通り、まあ長くても2年でしょうと。ね、で、まあ1年では終わらんと思うけど、まあ1年から2年の間で吸った、はい、まあまた1年は吸ったもんだしながら、残りの1年でドヒャードヒャーっていきながら、2年でこう、春を迎えるって感じになっていくんかなと思うから。はいはい。だからまあ本当なんていうかな、最後の最後なんで、やっぱりいろんなことが起きてくるよな。なるほど、はい、そんな感じやと思います。はい、お金に関しては分かりました。なるほど。じゃあそれを含まえて健康ですよね。今日は健康のテーマで話しといて。健康で、はい、健康でやっぱり全部含めて、そのね、ジーナセブンのサミットも含めてですけど、やっぱり自分自身が、個人が決断をしないといけない、決断して行動を行わない、起こさないといけないっていうのが今の、まあ、僕らが向かっていくところで、まあ、その一環として健康が非常に多く出てくるということで今日は話したいと思いますけど、やっぱり健康ってやっぱ、まあ、そうです、重要ですよね、やっぱりね。まあまあ、肉体的な健康もそうですけど、精神的な健康とな、やっぱりな、はい、ね、心の健康もね、やっぱりね、含めてですけど、はい、まあ、いやともあれ、それがないとなかなかな、明るいっていうかな、自分で道は切り開けない。そうね、やっぱり常に健康体で、その常にっていうのを、なんかどんどんメンタルが落ち込んでくると、それだけでどんどん周りが落ち込んできますから、意味なくなっちゃうんですよね、やっぱりね、本当にね、精神崩壊も始まりますしね、やっぱり、まあ、この間のうつ病じゃないですけど、やっぱりそれもある意味健康な一つありますけど、まあ、経営者になれば、結局自分がやらないといけないことが多いから、あの健康でいらない偉いっていうのが本音なところではありますけどね、守られるものがないから、っていうのは大きいですけど、まあ、ちなみに逆に健康に対してどういう、なんだろう、対策だったりとかそういうのしてますか？何もしてないけどな、特別、何もしてない。なるほど。何もしてないよ、特に何かこう意識的にやられてることはないんですか、健康って。いや、何かいろんな人がジム行くとかサプリ飲むとか、ああいうことは僕はあんまりその意識してはしてないってことですよ。ああ、なるほどね。だからそれは、ま、毎日いつもいつも心地よいって言うわけないけど、それはいろんなストレスがあるけども、まあまあそれでも心地よいことを自分でするっていう感じですよ。だからまあ、お風呂やサウナ入るとかな。はいはい、はい、うん。で、僕の場合はまあ、あの、マリーナ行ってな、なんか船整備して遊ぶとかな、潮風に当たるとか、魚釣りするとかな、
なるほど。まあ、うん、ただ一個だけ言うと、ちょっと食べ物は相当気使ってるよな、最近この2年ぐらいはやっぱな。あ、そうですか。うん、それまではあんまそうでもなかったんやけどな。え、なんでその気になるだったんですか？いや、そう、なんていうかな、その、お肉ばっかりだったらダメです、野菜を食べなさいとか、それぐらいのことは過去にもやっとったけどな、若い時は。そう、うん。ここ最近はやっぱ添加物が怖い、怖いというより気持ち悪いよな、食べるとな、やっぱな。おお、なんでですか？いや、食べなくなったからよ。あー、なるほどね。はいはいはい。だから基本的に、なんだろう、添加物じゃないものを食べてるってことですね。なるほど。できるだけ入ってないものだからもう今何入ってるかわからんので、はっきり言って。はいはいはい。で、その、表示義務っていうのもどんどん削られていってるからな。うん。それでコオロギの粉末、コオロギの粉末って騒いでるわけでしょ。はいはい。こんなもう恐ろしいってな。はいはい、はい。やっぱり超加工食品みたいなもんとか。はい。ああいうのはやっぱ避けたくなるよな、みんなな、これ。まあそうですよね。だから、まあ、なあ、それがどこまで、その全部が全部、まあなあ、ご近所に農家がやってる人がおって、自分で魚釣ってきてなんていうのは、もうそれ全部が全部なかなかそこまではいかんやろうけど、まあ、その、マーケット、スーパーとかな、スーパーマーケットなんかで買うものに関しても、あんまり、超加工食品的なものは避けていったら別になんとかなるん違うかなと思うよな。いや、要は加工やってるしてるやつですよ。また、それは鶏肉の餌がどうとか牛肉の餌がどうとかな、これもって何入れられてるか分からない。もうそこまで言ったらキリがなくなってくるからな。はい、そうですね。加工食品の場合はどうしても練り込まれやすいからな、変なもん、どうしても。まあ、そうですね。長持ちするためにそうですよね。で野菜か、まあ、野菜に関してはまあまあ産直の野菜って今ネットでも結構売ってるんでね。自然農法やってるとなんか直接販売したりしてるじゃないですか。はいはい、あれと、まあ、この3年か4年ぐらい前からうちの奥さんが支援的なもんも兼ねながらそういうものを買わせていただいてたんでね、定期的に。ああ、そういう農家向こうのね、自然農園のね。うん、そうそう。ご自身で自然農法やってるのは農家さんと契約したりな、お米なんかもそう。やってるんですか。それからもう3、4年ぐらい前からかな、そんな感じでやってますよ。はいはいはい、いいですね、それ契約してやってるのはね、すごくね。これからそういうのもものすごく農家さんとの付き合い大事になると思うわ。だから、彼ら農協媒介にしとったら、やっぱ商売にならんのでね、あの人らも食べていきたいんですよ。ああ、なるほど、なるほど。はいはい、で農協流通させるっていうことは、農薬資料使えってことで、買えってことかな。はい、苗も農業から帰って、農協から帰ってことですね、JA が。はい。だからやっぱり直接販売になっていくと思うわ、今回は。もう直接販売で契約して奥さんとかやられてるんですね。だから結構、今もずっとその、直接なんか農家さんが作ったものを送ってもらって食べてるって感じなんで。まあ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 、それで全部賄えるわけじゃないね。当然スーパーなんか。もあるけど、そういうのも取り入れながらって感じになっていくもんな。ああ、でも全然その健康的にはいいですよね、体のね、確かにね。いや、いいんかどうか、まあ、体がどうその健康になっていってるのかどうなんかは分からんけど、加工食品食べるとな、添加物入ってる、はい、気持ち悪くなるな、もう最近は。ああ、もうまっちゃんの、なるほどね。やっぱり食べ物って大事ですよね、健康においてはね、やっぱりね、一個ね。と思うな。まあ、ただ、まあ、ね、そうは言ったって、一人暮らしの人もおったりね。そうね。そんないちいち大層な、その、はい、自然のもん揃えて、どうやこうやっていうのは難しいと思うんやけど、でも、まあ、費用的にもそうですよね。でも、お弁当でもな、お弁当とか、ああいう、はい、もんでもそのものすごく添加物を排除してるお弁当なんて結構出てきてるよな、今な、まあ、そうですね、まあ、なるべく意識的にね、そうですね、出てきてますね。そういうお店さん結構増えてるよな、宅配してくれるな。そうですね。まあ価格的にはね、普通のそこら辺の弁当に比べたら3倍ぐらいとかなするやろうけど、はい、まあそれでもな、健康、まあ毎日が毎日そういうものは無理としても、ちょっと取り入れながらやっていくっていうのは食べ物やと思うな、やっぱ。まあやっぱり食べ物は体に入れる、取り入れるもので、そこで消化して、なおかつ、まああとは日々の運動だったりとかっていうのはよく妥当と言われてますけどね、やっぱりね。まあそれでも運動、まあ運動が大事かっていうと、まあ大事なんでしょうけど、まああとはやっぱり、なんだろうな、健康な、やっぱりそれも環境になるんでしょうね、多分ね。そこの健康の部分に関してもね。
まあ、運動って無理やりするもんじゃないんだな、あんな。そうなんだよねって思うんですよ、僕もなんか、よく言うじゃないですか、朝散歩とか散歩した方がいいとか、そのウォーキングした方がいい、ジョギングした方がいいとか、まあ、ダイエットでもそうですけど、いろいろと言われるんですけど、いや、でもそれやってもなと思うこともあるんですよ、やっぱり。よく、だと、よく言われるじゃないですか、言われるんですけど、なんか違うんだよな、みたいな。っていうのはすごく感じますね。なんかちょっとこじつけたような感じですよ。な、俺、まあ、ワンちゃんの散歩行ってる。はいはいはい。こじつけるような機材、それやったらむしろな、はい、まあ、近所掃除するとかな、掃除して一番、まあまあまあ、なんか、そうね、だからもうちょっと違う、まあ、ただ体を動かさないといけないっていうのはすごく感じるけど、そう、ずっと僕もパソコンの前で仕事することが多いので、やっぱり座りっぱなしの作業が多いんで、まあ、ね、体を動かした方がいいなと思う反面、どうなんだろうなって思うところもありますしね、なんかね。草むしりするとか落ち葉拾うとか掃除するとかな、あれ全身も使うし、ほんで指使うんですよね。あ、まあそうですね、指使いますね、はいはい、あ、だ一番ねエクササイズになる、まあ、一番ねいい体に関してのエクササイズになりますよね、確かにね、うん、ちょっと今日はなんか変な話になってても、健康な、まあ健康では漠然と言われても、はい、なかなか答えが難しい、そうです、そう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 でもなんだろう、あの生きていく中でもそうだし、その考える、脳を考えるだったりとか、その未来に向かって考えるだったりとか、自分のことを見つめ直すっていう部分に関しても健康じゃないとできないじゃないですか、やっぱり、うん、だからそうするとその日々の生活の上ってやっぱり睡眠もそうだし、早寝早起きもそうだし、どうしてもこの日常生活においてはなんだろうな、その夜更かしする人が多いじゃないですか、やっぱり僕もそうなんですけど、やっぱり睡眠、はい、だからなかなか難しいなってところはありますよね、なんかね、その抹茶みたいに釣りやってる人はもう体が習慣化されてるので、早寝早起き当たり前じゃないですか、さっき言って話戻しますけど、余剰気でできるじゃないですか、うん、やっぱりそこが意識って難しいよなっていうのはありますよね、なかなか、いや睡眠時間が3時間とか2時間とかっていう人もいますし、その自分の生活時間帯のリズム的なもんってあるじゃないですか。ありますね。うん、それによってその商売的なもんもそうやし、仕事的なもんもそうやし、やりたいことっていうのも多分そういうそのリズム的なもんから流れてくると思うんですよ。だから でやりたくないもんっていうのが完全に排除されていってる感じ。だから、はいはいはい、自分のそのリズムに合わせた時間帯に合わせたことしかやらないって感じになっていくと思うんですよ。ああ、いやいやいや、うん。だから、まあ人との付き合いにしても僕はもう夜8時以降はもう付き合いませんみたいな感じになるしな。もう。ああ、なるほど。なるほど。もうそんな時間には外出ませんみたいなやつとかな。基本的に寝ますみたいな。はいはい。そうですね。なんか、まあ夕方の、時間から寝るまでの間の時間はまあ食事もあるけども、そこはちょっともっと情報を得て勉強する時間に当ててみたり、食事しながらとかな、はい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 、だから、うん、僕の場合無駄なもん徹底的に排除してるって感じかな、言い方悪いけどな、あ、無駄な付き合いとか自分の時間をとりあえず、うんうん、僕はもう心地よくないもんし、なんか受け入れたくないもんはやらないっていう、いや、まあ、抹茶の場合はなんか自分の好きなことをやってるって感じですよね、超わがままみたいなな。そうそうそう。なんか自分がやりたいことをとりあえず純粋にやっていくっていうようなタイプですからね。だから、ま、だから、でもだからこそ成功してる、成功っていうか、そのうまくね、やろうと思ったことができてるんだろうなと思いますけどね、不動産も含めて、ね。まあ、まあ、いろんな形はあるやろうけど、はい、どうやろうかな、その、世の中的とか、周り的なもん。の状況とかに合わせて振り回されて時間を無駄にしてないですかみたいなことって結構あったりすると思うわ。はい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 、はい、確かにね、いろんなものの状況に振り回されて時間を無駄にしてますよね、やっぱりね。1日の中1時間でも2時間でも多分結構多いと思うで、みんなそんな無駄なこと、まあ、無駄なのか、 か何を関して、要はそのね、その無駄、健康とか時間とかにも全部つながってくるんで、この話題出しますけど、やっぱりその時間を無駄か無駄じゃないかって判別って難しくないですか？まあ、どう思います？難しいですよね。そうやな、第三者から見たらそう見るけど、本人にとってはそう思ってないみたいなことがあったり。そうなんですよ。そう客観した自分を見ると、あ、これ無駄だよな、無駄な時間やってたなって言うと、本人から見ると違った意味でそれをやってる場合もあるじゃないですか。で、その場合の、でも、本人もそう思ってても、そこをどうやってうまくコントロールしていくかっていうのが課題だと思っていて、やっぱり。うん、
結構僕も悩むんですよ。要はやっていく中でこれ無駄だなと思ってても、でもこれはこういう目的があるからやってるんだって思うんだけど、うん、でも無駄だよなって思う僕のどっかの頭の考え方もあるし、悩むんですよね、うん、だからね、何が正しいのかなっていうのはすごく思っていて、うん、うん、その線引きってどうすればいいんだろうってすごく思うんですけど、まっちゃんそういう時どうしてます？なんかやっていく時に、あ、これ無駄だなって思うけどついついやっちゃうじゃない、やっちゃったなって思うことあると思うんですけど、そういう時って直して言ってるから今の結果なのかなと思うんですけど、うん、まあ僕の場合は本当シンプルにしたいっていうのはいつもあるわな、もうずっとそんな感じですよ。だから、うん、その思考的なものもそうやし、あとあの物資、はい、物質的なものもそうやし、とにかくシンプルにしたいっていうのは、シンプル、 your best が一番いいからってことですよね、なるほどね、うん、うん、だからまあそいでそいでそぎ落とすのが大好きみたいな感じだな、うん、うん、あんまこうなんとか入れて入れて入れていかないって感じですよ。だから何か違うこういうことやりたいなと思ったらもう古いものすぐ捨てるっていう感じなんで、だからどっちかというと白状もんって言えば白状もなくてもするしみたいな感じかもわからん、やめるときもスパッとやめるしみたいな、もうこれやめようと思ったらすぐやめるし、うん、だから会社、うん、この会社潰そうと思ったらすぐ潰すかもわからんしみたいな感じで、あの見切りは早いですよ。でシンプルにしたいっていうのが一番あると思う。でまあその健康テーマの話になってくるんやけど、うん、その排他的な考え方っていうわけじゃないんやけども、できるだけそのシンプルです、そのなんていうかな、許容量、入ってきてもまだ受け入れる許容量をしっかり置いておくっていうキャパを置いておく方が僕はええんちゃうかなと思うんやけどな、ある意味でいろんな面で。ああ、なるほど。おー、おー、肉体もそうやし、はいはい、うん、そ充電満タンみたいな感じだから、うん、うん、え、まっちゃん的に例えば健康悪くなったなっていう時とか、こう自分でも分かるじゃないですか、明らかにこの健康がおかしくなってるとかリズムが崩れたっていう時も、多分日常生活で絶対それ 100% できるわけじゃないと思ってるんで、崩れる時もあると思うんですけど、そういう時っていうのはまっちゃん自身はどういうことで戻すようにしてるんですか？どういうこと？体調悪いって感じ？体調悪いとか時間のリズムとかが崩れた、まあ、絶対人間だから守れるわけじゃないじゃないですか。たまに崩れるときもあるじゃないですか。それないですか？ないですか？え、うん、ああ、例えば徹底してるってことなんですか、それを。徹底をしてる？うん、わがままなんやろな、だから。ああ、なるほどね。自分がね、自分に対してね。なるほど。ほうほうほう。だからあんまないよな、そういうのな。だから、ただまあ、そのうまくいかないことが積み重なるときってあるよな。これ皆さん分かると思うよ。まあまあ、もちろんそうですね。一つうまくいかんときって、三つ四つうまくいかんのが、どん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 って重なってくる。まあ、それはあるでしょうね。はい。うん、こういうときは、もうあんまりちょっと考えないって感じかな。一服置くって感じかな。次のこう流れというか、その波動に戻ってくるまでちょっと置いときましょうみたいな感じが分かる。あんまりいらんことがせんみたいな感じになるんだな。なるほどね。特に何も動かないで。うん、あとやっぱりその健康的な話、まあ、漠然と健康的だから今日は食べ物とかな、もとか、その精神的肉体的な健康でやってるけど、結局やっぱどうやったって人との関わりはやっていかなあかんのでな、これから先に。あとはもう変な波動ですわな、変な波動持ってるやつを近くに寄せんつけんとかな。うん、それはわかる。要はなんかね、マイナスオーラばっかり出てる人とかいますもんね。ね、うん、で、まあ足引っ張られてる人とは付き合わんとかな。そうね、うん、よくあるパターンですね。はい、うん、だからこうやってやっていくと付き合う人なんてそんなたくさん大体出てけへんのよな。出てこない、出てこないですね。やっぱり自分がなんか感情がなんだろう、その動いた人しか僕も付き合わないですね。最近そうするとすごい気持ちよくなりますね、本当に。で、無駄なトラブルがなくなりましたね、本当に。なんか、うん、本当に自分の好きな人と一緒に仕事すると、多分相手もなんかね、その好意少なくとも好意があるからお互いそういう感覚になるんだと、なるとは思うんですけど、そうするとやっぱり仕事が妙にうまくはいってますね、やっぱり。そう考えるとね、ちょっと健康になるんですよ、うん、最終的に。だからまっちゃんの理論ってそれ正しいなと思ってて、結局人間関係が、健康にすると9割だと思ってて、うん、でしょうね、うん、あ、でまあその、はい、まあ、これからね、世の中二極化三極化していきますよっていうのはもう毎回この動画では毎回毎回、うん、で
まあ、もともと人々っていうのも三極化してるわけよな。そうですね、はいはい。100人おれば、その上位っていう言い方おかしいけど、まあ 15% ぐらいか。大体 15% ぐらいと、真ん中のその愛ちゃんがいつも言うマス層、これ 70% ぐらいな。ほんで、下のところにまた 15% ぐらいおると。この構造はずっと変わらんと思うんですよ。なるほどね。うん、だから、うん、じゃあその上っていう言い方おかしいけど、その 15% の人っていうのが経営者であったりとか、ものの分かってる人ってことですよ。うん、だから、やっぱりこことしか関わり、こういうところと関わり合わんとどうしようもないよねってあるよな。これだから前、ね、マイルドでも言ったよね。うん。うん、言ってます、言ってます。環境変えてみるっていうのもそういうことです。だから、その、マス層ばんば付き合っとってもな、毎回だよ、ね、しんどい。まあ、だからそのね、マス層の定義もあれなんですけど、なんだろうな、結局、集団に流されやすい人っていうのは危険だなって、すごい思いますね。個人的に思うのは、やっぱり集団っていうのに流されるってことはイコールどういうことかっていうと、自分の考えを持たないってことですからね。うん、いや他人が言ったことを全てだと思っちゃう人っていうのは多分付き合ってて面白くないと思いますし、まあ、逆に疲れると思います、本当に。そうで、まあ、もう三極構造っていうのがもう世の中っていうか地球っていうかな、はい、宇宙っていうか、はいはい、この全てはこんな感じになってるんですよ。これいつの時代も同じなんですね。はい、で、まあ、健康からの話につなげていくと、その、あれあったわな、あのワクチンとかな。うん、まあね、そうね、ワクチンとかね。いまだにつけてる、こういうやつあるな、こんなのつけてるわな。まあ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 、で、あれも全部よく見ていくと、この15対70対15みたいなところに当てはまってるわけよ、大体。まあ、全部こんな感じですよ。うん、ねえ、もうねえ、まあ一応もう国から意思つけなくていいんだったらつけないでいいじゃんと思っちゃいますけど、それでもつけてる人いますからね、本当に。いや、国からいいよ、もういいよ、自由にしてくれって言ってるのに、いや、よくみんな守るよな、ルールよなって。でね、はい、その食べるもんとか、その、はい、あと医療ですよね、はい、話。病院とか、診療所。で、こういうのも、その、もう今回から自分で考えて判断していかなあかんわけよな、これ全部。いや、それはもう、妥当、その通りだと僕も存じますね。はい。これもデタラメやったってなったわけですからね、今回。そうですね。うん。うん、だから、これはもう全部自分で、これ次は判断していかなあかんわけなんで。うん、うん。で、そういう時代にもなってんのに、その、そこら辺の人と関わりあっても、なんかなかなか、うん。発展性はないと思うし、面白くもないしな。ないですね。意見も合わないし、波動、うん、波動が変な波動に引っ張られると思うわ、もう。まあ、引っ張られますよね、多分ね。そう思います、僕も。はい。うん。うん、そんな感じ違うかな。だから、うん、まあ、本当、その、学ぶとかな、知る、うん、真実を知るとか、勉強、学んでいくっていうのもそうやけど、やっぱそっち方向のところと関わり合うと思う。うん、その一発と関わり合う。これ、もう毎回毎回同じ答えになってくるんだろうな、だから。そうですね。まあまあ、結局、最終的に、よくまっちゃんとも話してますけど、ゴール地点は変わんないので、結局、どんなテーマで置いても結局は変わんないですからね。うん。同じところにたどり着くんですよ。うん、同じところ。ただ、どうしても、面白い、すげえそれ最近思うのは、人間ってやっぱり課題が多いんだよなっていうのは事実はありますよね。いろんなところには仕掛けというか、その最終ところまで行くまでのハードルが大きいあるのはってのは思います。健康もそうだし、心の問題もそうだし、それをうまく自分で自己開示していかないと難しいんだろうなって、自己分析、自分のことを知る、そうことは大事だなと思いますね、やっぱりね、とことん。うん、いや、だからそんなハードないよ。なるほど。うん。いつもの話、前回も同じこと言ったから、だから、その、うん、結局ね、そのハードルが高く見えてる理由って何なんかって考えていくと、うん、自分で事実とか真実的なもんをこう学んでないんですよ、大体が。真実を。はい。うん、事実的なもんとかな。うん、で、学んで、自分で考えようとせんから余計そうなるね。あ、それなんか前回言ってたっけな、言ってた、まあ言ってたかな、まあ、でも確かに、
自分で考えてはないですよ。確かに。みんな誰かに教わったことをやってますね。確かにね。結論はここしかないんだから、自分で考えて、自分で実行して、自分で責任取るって、これだけの話。確かにね。確かに皆さんの〇〇さんが言ったとか、〇〇さんが言うことだからとか、そういうところに、他人の考えに共感してやっちゃう人が多いでしょうね。じゃなくて。なんかやるかな。そう、そう。だから、それは、この動画で多分俺100回ぐらい言ってるんです。まあ確かにそれは自分の判断でやれって話ですよね。確かにね、はい。だから自分で考えるってことですよ、まず。なるほど。考えて実行して責任取るってことですよね。決受けってことですよね、確かにね。本当に。自分で考えることしてたらワクチンなんて打つ理由がないでしょ、大体。どう考えたってあれおかしいやろうと思うよ、普通の誰が見て。だからこれなどうなってんのかなって思う時あるよ。だから言い方悪いけど、今やってることってそういうことであってね、要はそれが表に出るっていうことやってるんですよ、うん、だから、はいはいはい、だからその知るとかな、はい、信じるんじゃないで、はい、知るみたいって言ったらな信じるみたい、はい、だから、はい、そういうことを理解してる人たちとそうじゃない人たちが分かれていってるってことなんで、それを形にしてるのがあれですよ。はい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 。それを表で浮かび上がらしてる形になってるのがああいうもんですよ。はいはいはい、うん。そういうことになってるわけよ、これ、今回は。はい、はい、そうですね。はい。と思います。じゃあ、今日はある意味、そういう人たちっていうのは、まあ、ロシアとウクライナのあれもそうですけど、180度真逆なわけですわな、事実は。うん、真逆ですね。はい。真逆の、180度真逆の事実でしょ？はい。だから180度真逆っていうことは、当然意見の折り合いも合わんわな、話も通じに。いや、全く話違うね。だって見てる方向性違うもん、全然。はい。なんか通じんのな。うん。無理です、無理です。そういう流れやと思うかな、だからこれ。うん。確かに。うんで、まあそういうものの分かったまともっていうか、ものの分かった人たちがさっきへも走っていってんねんけど、さっき行った後からその人たちが気ぃついた時は5年後ぐらいについてきてますみたいな感じは。っていうか、まあなんとなくそうなったわな、みたいな。確かにね。そうですね。はいはいはい。まあだから現行に関しても、やっぱりね、そこだから今だな。なんかこう病気になったら病お医者に頼るみたいな人まだおるもんな、結構。まあ、なんか、それこそ固定的なね、思考はありますね。要は、風邪ひきました、病院じゃなくて、風邪ひいたんだら自分で治せってのもありますからね、本当に。いまだに薬もらってくる人おるからな。あれはちょっとどうやろうな、もう、まあまあ、こういうのも分かれていってるよね、完全に二極三極していってるからな、もう、ものの分かってる。うんうんうん、だから要は健康的な愛ちゃんが言ってた健康的なものを多分そういうに分かれていくんちゃうかな、もう完全に。いやもう本当にそうですよ。なんか健康でもなんかまあうさんくさい健康の方法もありますし、普通の一般的論の健康の方法もありますし、サプリメントもそうですし、それを薬漬けにする健康だって歌ってる人もいますし、やっぱりその人それぞれ考え方もそれぞれだから自分で決めろってことですよね。自分で責任持てってことですよね。それもね。これも二極三極していくん違うかな。ああ、していきますね。はい。で、まあ、僕が言ってるような人たちってまだまだわずかな人なんでね。まあ、10% もらえない、ここら辺なんで。まあ、でもそっちの方が、もうまあ、なんていうかな、健康的にやっていくような人たちになっていくん違うかな。でもね、それを言うんだったら、僕のやっぱりいろんな人と経営者だったりとか、それなりのビジネスで成功してる人の話を全員聞くと、共通してるの一個だけあったのは、食べ物っていうのは事実で、やっぱり。その食べ物にこだわれっていうのはみんな同じこと言ってますね。うん。やっぱりその添加物で余計なものを取り入れるなっていうのは、全員同じこと言っててびっくりしてます、逆に。あ、やっぱりそうなんだなって。まあ、そこにプラスアルファ運動をしろとか、プラスアルファメンタルケアだったりとかっていうのを、まあ、バラバラ言ってる人はいますけど、もう本当にね、第一候補で話を聞く限り全員言ってるのはそれですね、やっぱり。うん。食べ物的なもんと、あと自然のエネルギー、うん、やな、自然のエネルギーを取り入れていくって。ああ、それの表現いいですね、やっぱり。うん、自然学のやつの自然を自分のところに言って、それを変換していくっていう、ことが大事だっていうのは大事だから、
うん、そこは確かに優先すべきところですよね。そこ違うかな、多分な。だから、なんだろうな、これ言うとちょっと海外の人に失礼なのかもしれないんですけど、海外の人ってデブっちゃってるじゃないですか。で、うん、ちょっとお腹が大きい方多いじゃないですか。あれって、まあ、もちろん体質だって食べ物もあると思うんですけど、それ以上に思うのは、やっぱり健康の意識 してないからお金もないんだろうなっていう。いや、貧乏人ほどそのデブな人が多いのかなっていうイメージは強いですかね。イコールです、うん。イコールですよね。やっぱりそうですよね。うんうんうん、やっぱりお金があってる人たちはやっぱりあるって、まあもちろん、まあ、語弊はないようにね、見てる人に語弊がないように、まあメディアだってとか、そういう、向けて、要はそういうデブの人が好きだっていう人もいるので、そういう、わざとああいうふうにしてる人もいますけど、実は裏ではちゃんと健康管理してるとかっていうのはあるので、やっぱそこは大きいのかなっていうのはすごく感じますね。うん、まあなあ、だから、その食的なもんでいうと、アメリカなんかもね、これ、はい、ジャンクフード、はい、ハンバーガーにコカ・コーラ、ポテトフライみたいなやつ、あれもな、はい、やっぱりアイちゃんが言うように、その経済的にちょっとね、しんどいところへん、はい、人たちやな、ああいう人たちが消費してるわけよな、大体な。そうですよね、やっぱりね。で、経済的にそうでもないような、ちょっとこう、ね、中より上ぐらいの人たちっていうのは、もうどっちかっていうと、日本的な方の食みたいなやつを取り入れていって。そうですよね。なんかそもそもマックなんか食べないと思うんですよね、やっぱりね。まあ、でもあれも減っていくと思うで、世界中も。うん、あ、本当ですか、減ってきていますか、うん、なるほど。うん。なんか、やっぱり、今までは、なんか皆さん、食べ物に刺激を求めてたと思うんですよ。食べた時の瞬間のね、刺激だったりとか、ああ、これすげえな。でも、それが続けることによっての結果が見えてきてるじゃないですか。もう結果として出てるわけだから。そうすると人間ってのはやっぱ元に戻るんだよなって。やっぱり興味本位でみんな始めてるけど、結局最終的にはそこだよねっていうことになるから、また昔に戻るんだろうなっていうのは。うん、逆になんかそれってなんでそうなったかっていうと、前も僕話しましたけど、やっぱり情報量が多くなったんですよ。伝わりやすくなったってことですよね。今の時代って調べれば誰でも分かるようになってきたから、開示できているようになってきたから、そこが大きいですよね、やっぱりね。やっぱり皆さん知らなければ罪じゃないですけど、知っちゃうとね、やっぱりそこに意識されるから、うん、うん、まあだからな、その、はい、人間が生きていく中で、はい、やっぱり食料とか燃料っていうのはもうやっぱり切っても切り離されへんもんよね、これね。うん、絶対そうですね、はい、はいはい。で、これが、その、今までは、ここ100年、明治維新以降なんか、特にそうやわな、この100年ぐらいっていうのは、その、150年ぐらいか、150年ぐらいっていうのは、その、市場原理っていうかな、要はグローバル、はい、グローバル経済っていうか、まあまあ、それを推し進めていかれたわけよな、結局。うん、そうですね。市場原理の怖さっていうのは、流通止められると、どうにもこうにもならんってことになってくるわけよ。まあ、そうですね。まあまああと、インフラ壊されたら終わりとか、はいはいはい、あと、何入れられてるかわからんのかな、はい、で、その、ルールでこう、ね、縛られてしまうと、これ使わなあかんとか、F1 種なんかそうやろな、まさに。そう、まさにそうですよね。うん、F1 とか肥料とか飼料とかな、で、もらえる、これ使わんと、こう、JA は流通させられないのかな、うんうん、ああいう要は市場原理やわな、だからこれ JA もひっくるめて、そうですね、大貿易も含めてな、うん、関税もそうやもな、うん、で、まあ、中国製品が安いから中国から買いますみたいなこともやってたわけや、うん、からだから安い高いだけでな、うん、で、これ残るのは残ると思うんですよ、そういう人たちもと、はいはい、アメリカとなるとコカ・コーラ消費する人たちと一緒で、そういうところも残るよ、マッソーも、なるほどね。違う層の人たちは市場経済に乗っかん食の流通とかになっていくと思うよな、多分。確かにね。うん。うん。で、それがどういうことかって言ったら、こういうやっぱりネット的なもの使っていきながら、直販やわな、もうやっぱな。うん、まあ直販ですね。そうですね。はい、SNS とか Twitter とか、ああいうもの使っていきながら、直接その小ロットで、はい、生産者から消費者へダイレクトに行くって感じになっていくと思うな、これ。はい。はい、もうなってるわな、そんですでに。そうですね。で、そうなってきたときは、この生産者っていうのも、その、大規模でやってないんでね、日本の場合、特に小規模でしかやってないから、はいはい、で、まあ、そのオーダーたくさん来たってできませんって形になっていくと思う、はいはい。だから、まあ、いずれにしても、その、うん、さっきの15対70対15っていう法則と一緒で、やっぱり分かれていくんやと思って、完全に。はい。
そんな感じ違うかな、多分な。まあ、確で、かにね。これは、その金額的なもんが、価格的なもんが、その高価だから、高いからその人に譲りますとか、うん。お金立てますとかじゃなくて、付き合い的なもんやと思うな、多ああ、そうですね。確かに。分。で、まあ、そんな感じで、そういう農家さんとか漁業をやってる人とか、今度消費者が助けていくっていう形になるんちゃうかな、これ。助けていく。なるほど。応うん。援するっていう形やわ、わか今りや度すいですね。はい。は。その人のその生活の消費者が応援していくと。はい。適正な価格で。そんはい。な感じに違うかな、多分な。なだから、るね。応援する気がない、安ければいいみたいな、市場経済の中で、市場原う理、安ければいいわみたいな人たちはちょっと難しいと思うわ、これ。ん。これ、だからそうして分かれていくんだと思う。やっぱり結局二極化してやるやらないっていうのは自ああ、分でこれ、判秋断や。してやるっていう感じですよね。はい。ここも三極化ですよ。三極化か。ああ、それだはどから。れを選ぶのは自分自身だけど、結局、そっちの方に行った方がいいよねって話ですもんね。そう。で、あと何にもわからんと、ジャンクフードばっかり毎日食べてる人たちとも含めてますと、そういう人たちとも三極化ぐらいしていくと思ういわ、これ。やー、とりあえずもっと勉強しろって話ですよ。食べ物についてもそうあ、でそすれし。はもうな、本人なんで、致し方ないやな、これ、今回はな。まあ、要はでも安いものにね、どうしても、なんだろう、これすごくまとめに入ってくるんですけど、健康もそうだし、すべてもそうなんですけど、結局なんだろう、安いものに行っちゃうと、結局結果的に得られるものって安いものしか手に入んないんだろうなっていうのは思いますね。要は、食べ物もそうですし、ちょっと高いけど出すことによって最終的に、なんだやっぱり高い状態に持っていけるっていうのはあるんだろうなっていうのはすごく目に見えないところでもあるなと思いますね。やっぱり。この市場原理の恐ろしさっていうのはもう気づいたわけよな、みんな、これな。だってまだね、まだ台湾、中国って煽ってるけど、あれ、東シナ海のシーレーン寸断されたら、もう入ってきてるからね、明らかにこれ、日本には。そんなことがもしあればな。まあ、でも逆に言うと、今回はそこまでないと気づかんのかなってちょっと思ったりすることがあるわ、見てると。なるほど。もう。いいですもうね。そこまでいかんとみんな気づくのかなって思ってるな。中国からの、そういうものが入ってきてるようになったらもうかなりきつい。これね。で、アメリカの変なもん入ってるやつが食わされてまた追い打ちかけられるわけやからな、これ。そうですね。だからまあ、今ね、農家さんもいじめられてるわけよな。やっぱり、農林水産省からな、いろんなことでも、とにかくその農地を国が買い上げたいっていうかな、もう、まとめた、一つにまとめて、ボンと買い上げたいっていう方向持っていかれてるんでな、で、まあ、それに伴って、農家さんも高齢化なんやから、もうそんな面倒くさいことばっかり言われて、JA から米の価格も上がらんとかな、で、野菜の価格も上がらんとか、そんなことになってるわけやから、もうやめろっていう人も出てくるわけよな、これ。ってなった時には、これ、ちょっと今の、なんていうかな、農家を今のうちにも自分たちで、国とか行政なんて当てにならんのでね、自分らでもその人たちを守っていくと。で、守っていくのはどういうことかっていうと、適正なしっかりした価格で直接買い取っていくっていう形になってくると思う。これ今や、手遅れやと思うもやってる人出てきてるけどね、結構ね。そういうネッとトこイから。ンターネットができる人はできますよね、やっぱりね。まあ、そそういうとこ。こも、その最新のものを入れてないかで全然差がありますからね。でも、やっぱり市場に出てない、なんだろうな、やっぱりどうしても現地しか流通しないものっていうのはあるのは残念ですね。やっぱり、こっちに回すものは品質をある程度確保するから、そのために農薬を使うとかね。言ってますけど、実際でも農薬を使うものだから、そう、すごく面白いなって話は、やっぱり、世の中に出てくるいいもの、いい形をした商品って農薬いっぱい使ってるやん、みたいな。まあ、実際、デコボコしてるものが農薬使ってないから、シンプル、you are best みたいな。健康に超いいっていうのが多いっていうのは聞きますからね。まあ、だから特に果物なんかは特に農薬が残留多いんでな、いちごなんかこの間ちょっとやってたけど、台湾、日本から出荷した、ね、まあ、どこさんとは言わんけど、いちごなんかが、まあ、農薬の台湾基準の、ね、農薬残量より超えてたっていうことで、全部廃棄とか返されたっていうことになったからな。だから、まあ、ね、まあ、リンゴもそうやわな、ブドウとかな、だから果物っていうのは非常に農薬ふんだんに使ってるんでね、こういうのももうやっぱりその、
なんていうかな、見た目とか、あと発育の速さとか、で、あと、なんていうかな、持つ、なんていうかな、マーケットに出したら、その何日持つかとか、持てんかとか、こういうもん、流通を考えていくと、なかなか難しいもんあるんでね、我々、その直接、その農家さんから買わせてもらう野菜とか、果物もそうなんですけど、一回行ってみるとかええかもかな、その、まあね、買わせてもらう人のところに一回行くと、どうやって作ってる、変化。で話し聞いてみるとかな。うん、だから普通に考えると、やっぱりその、本当に形なんかどうでもいいから、うん、農薬使ってない美味しいものくれって僕は思いますけど。正直形にこだわる人が多すぎる。人間と同じように。やっぱり、見た目形にこだわっちゃう人が多すぎますね。やっぱりね。うん、まあ、それは勝手なな、言い方になってくるので、一回農家さんとも話してみたいなとも思うよな。そうですね。そうですね。うん、栽培苦労っていうのもあるやろうからな、やっぱりな、はい、うん、だから何が本当はどうなんかっていうのをこう自分たちで知ってく、我々もまだまだ知らんからね、そういうことね。あ、そうですね、はい、海のことはもう僕なんかはね、海のことはよく大体は知ってるけども、それも知らん人いっぱいおるわけでしょ、スーパーしか。もうそうですね、僕も知らないですから、それは。はい、でしょ、この魚はどういう種類でどういうふうにしたら美味しいのかな。知らないですね、はい、知らんわけでしょ、はい、うん、だからまあそっち、あとまあ漁業的な方もそうやな、はい、太陽圏なんかも、まあ野菜のことは皆さん最近ほら果物とか農業的なものを結構勉強していって、いろいろ学んでいてね、考えながら取り入れていってるけど、はい、太陽資源なんてまるっきりあんまり知らんでしょ。全くその通りですね、はい、養殖に頼る、すぐ何でも何て言うかな、もう取れなくなったら養殖だみたいな方向に持っていく、はい、そうですね、うん、海洋資源なんて豊富にしようと思ったら簡単なんでね、1年取らんかったら何ぼでも増えるし。そうですね、はい、取らんかったら増えるだけやねんけどな。そうですね、まあまあそんな感じですね、今日はね、はい、まああとこれがこんな感じでええんかどうかわからんけど、愛ちゃんどうや、これって健康的なテーマっていうのを話でいくと、うん、いや僕から言うとやっぱり、心の問題っていうのは食べ物から来るんだろうなっていうのは分かりました、やっぱり、うん、やっぱり食べ物で一つなんだろう、やっぱり食べ物を通して体に吸収されていって、そこがある程度各自の脳だったりとか全てに行き渡るじゃないですか。で、うん、そこがある意味今度心の問題で、心の状態からなんだろうな、その変わっていくのかなっていうのはありますね。やっぱりその全ては取り入れるもの、吸収するもの、うん、周りの環境だったりっていうのが大事だなっていうのは、今日健康のテーマで話してて感じましたね。はい。うん、あ、こっちにしてもな、これなかなか死にきれんようになってくるような時代、はい、100歳まで生きなあかんような無理やりんでもみたいな時代になってきたからな、これな、ほんまに。だからやっぱり、その、経済的にも豊かにするとか、あの通貨を稼ぐにもやっぱり、あの常に健康体というかベストパフォーマンスが出せるような状態にはしねえとダメだなっていうのはつくづく感じましたよ、本当に、うん、今日お話を聞いてて、うんうん、まあそういうね、健康的な体と健康、はい、精神的なものをこう備えていって、やっぱりあるような、その、はい、次に新しいことをするっていう、この発想力っていうかな、そう、うん、そこをしっかりこうな持っていかないと、そうですね、頑張ってくるんでね、これ今回は。面白いですよね、だから毎回やっぱりでも言ってること変わんないんですからね、最後的にはすごい腑に落ちますからね、すごい疑問とかあって、それをうまい具合にまっちゃんが思考整理してるので、やっぱりまっちゃん面白いなと思いますけどね、本当に。でもこれ、うん、まあ今日これ話最後になっていくけど、その大前提にあるのは何なんかっていうことをいろいろ考えていくと、やっぱり自分で考えて自分でやるっていうことも大切だよね。そう、最終的にそこだと思いますよ。なあ。そう、最終的には自分で考えなければ意味がない。で、うん、でそれをやるために、その食べ物とかそういうのを健康やっていかないとしゃあないよね。そう、しゃあない、しゃあない。絶対しゃあない。順番が健康が前に来ると逆さまになってしまうみたいな。だからまず疑問を持つことが大事ですよ、やっぱり、うん、全てにおいて、なんでなんでっていう疑問を持って調べて信じてやって、その原理を知り、うん、そしたらそれを実行に移すから、まず疑問に思うことを意識づけないとダメですよ、やっぱり、うん、と思うな、うん、
っていう感じですかね。うん、まあそんな感じで、そんな感じでこう差が開いていくっていう感じになってきたってことよな、うん、完全に。だからまだ皆さんもぜひ疑問を持ちましょうっていうのが僕の答えかな、今日。最終的に、健康の根元のところはね、本当に。まあそうじゃないとな、本当は、すごい、なんていうかな、悪質なメディアにいつまでもやられる。そうそうそう。そのメディアが言ってることは本当に大丈夫ですかって疑問を持つこと大事って前も言ってましたから、ね。大丈夫ですかどこか。最近はもう滑稽に見えてくるやろ、なんか見てたら、あれじゃん。もう何も言ってたから、この。まあ、メディアもメディアで、その、役割をこなしてる分際って言うとしてですけど、役割をこなす役割の人たちですから、役割に徹してるわけですよ。まあまあでもな、今回はその、あのメディアに出てきてワクチン煽ってた専門家とか医者とかってこれ、もうなんていうんかな、もうな笑いでたまんよな、今回は。でも本当に、ね、役割って大事だなって、本当役割に徹してる人だからね、しょうがないって。はい、ちょっとな、あなたそこまで魂打っていいんですかみたいな感じになってくるから。ほんま。はい。バチ当たりみたいなな。まあそのところでかな、今日はもうあんまり今日はこう、朝は7時からで勢いがなかったけどみたいな。いや勢いがなかったけど、逆に言えば真剣な話はできましたけどね、うん、なんかね。だからやっぱり朝は朝の違いなんだなってとこ感じましたね。朝っぽい話になったかな。だから朝はなんか朝っぽい脳が働いてるから勢いがない分、なんか別な観点で冷静に話せたなってのはありますけどね。ふわっとした感じのやつやな。はい、まあまあそんな感じで一気に三極化構造が進みますと、はい、まあそんな感じで面白い感じになっていくの違うかな、これ、はい、世界の流れよな今回本当に。まあそれで頑張っていきましょうって、もう判断は自分で選べと、うん、決断も判断は自分でやれと、うん、いうことで今日の結論ということで、はい、まああとはあれよな、そのこうあの一粒古いものは捨てて新しいものに行くことにこう躊躇しないってことよな、しがみついておらんとな、うん、その方全くそれは大共感します、大共感します、はい、あかんもんはさっさとやめると、もうそんな感じかな、自分で判断してくださいねっていうのはにっこりしていきたいですね、はい、うん、今日はあんまコメントなさそうやな、いつもないいやまあでも意外とね、TikTok は、見てはくれてます。1000人、2000人は見てくれてますよ。あそう。意外とね、YouTube より見てくれてますね、TikTok。あ、若い人が多いんでしょ、やっぱ TikTok。若い人が多いのと、やっぱりね、まっちゃんのそのお金に対、通貨に対する定義が大人気ですね。あ、通貨ネタが好きなんや、みんな。だから通貨ネタをまた次回をしたいなと思うので、ちょっと切り口を変えてやりたいなと思います。やっぱり、マッソーは通貨が大好きです。すごく。そう。で、ちょっと気づいてくれる人増えてんのかな、ほんなら。いや、ろくでもないっていうのは、それを信じると、もっと槍を投げていくと、もっと面白い方向に行くんじゃないですか。うん、あれや、池に、石をドボンと投げるみたいな感じやな。そう。僕、そういうスタイルにしてますもん。みんなどう思うって言うとね、お金で稼ぐ意味って何ですかっていう書いたら、意外と回答が来るわけですよ。それに書いてみんながこう、使ってる池に石をドボンって投げるみたいな。そう。そういう感じのやり方だと、結構真っ当には響くんで、そうすると反抗的になる人はいるので。で、そこで炎上になればまた、炎上になるほどアンチができますけど、アンチができる分、逆に支援してくれる逆層もいるので、まあ、アンチって味方なんですよ、いい意味で。面白いな。うん。じゃあ人間学って面白いなって思います。っていうのはまた次回の話でもします。じゃあまた次は通貨でいこうか。はい、お願いします。やった、はい、その話の方が盛り上がるんで、みんな。はい、はい、じゃあ今日はこの辺で。はい、ありがとうございました。はい、じゃあお疲れ様でした。失礼します。はい。